声のレッスンスーン課外授業。被災地アチです。松本幸です。中澤正友です。河原木志保です。はい、こちらはですね、2014年12月8日月曜日に行われたイベント、声の仕事ワンデーレッスンスーンのイベント記念音声 DVD ですよ。はい、イベント当日はアニメ、CM、ゲーム、歌、あ、しほちゃんがいないところを夏美さんが埋めたみたいな。そうそうそう、はいはいはい、なるほどね。素晴らしく埋めてくださって。今回僕初めてなんで。あ、そうだよね。皆さんもう本当イベント当日自体どんな雰囲気になるのか僕全然わかんないんですよ、うん、もうどれぐらいいっぱいいっぱいになるのかもわかんないんで。、はい、本当ドキドキしてるんですよ。いや、全然大丈夫だと思いますよ。中澤君なら大丈夫だと思いますよ。僕何起こすかわかりませんよ、本番。大丈夫大丈夫。ちょっと困ったらスーツアクターでこうどこまで走りのコンボ帰りとかやってくれれば。いいんだ。ちょっと沸かすぐらいだ。そうそうそう。わかんないです。雨とか雪とか呼ぶかもしれないですよ。あー、まあそれは始まっちゃうっていう。ちなみに、ちなみにそれがあったから今があるんじゃないの。いやいや、 でもね数々落ちてきて。あ、そう。そうそう、ちゃんと覚えてないんだけど、うん、なんか時に子猫のようで、時に猫のようなみたいな。なんかもう恥ずかしいとしか言いようのない。勇気あるね。それ今使ったらいいんじゃないの。逆に面白いんだけど、はい、あの、ちょっと早すぎたらね。そうそう、17、8の子が目標のような私、河原木志保みたいな。ちょっとね、あれはそのいやいや、でも挑んでますよ、うん、全然やらないよりか全然いいと思います。そうかそうか、うん、まあまああれなんですけど、まあでも昔はね、うん、そんな DVD なるものがないですよ、はい、まあ、うん、まあよくてビデオで、はい、うん、でもこれがビデオで渡されるのは外画のみですね。外画の場合はまあ映像がもうあります、音声もありますからね、はい、これがチェックしてなきゃ無理な話で、はい、まあ、そのさらに昔、僕も1回か2回経験したくらいになっちゃうと、うん、あのね、ビデオとかはそういう時どうします。あ、もうそれは王子に聞いてください。歌詞が飛んだ時は王子に。歌詞が飛んだ時メロディーは覚えてるわけじゃないですか、はいはいはい、だからもうラララで歌う。おなるほど。作詞をするわけじゃなくラララに流れるわけ。切り替える、ね、そう、アップテンポな時はラララ、はい、ゆっくりの時は作詞をする。おあ、これです、これです。でもそれを一瞬でやるっていう、ね、そう、なんかできるよ。ついてこれるかな。さん、はい。うるわしのボイスレッスン。基礎練きっちりいたしましょう。早口言葉言えるかな。赤巻き読み、青巻き読み、黄巻き読み、坊主が上手に屏風に坊主の絵を描いた。皆さんもさん、はい。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、坊主が上手に屏風に坊主に。本当はすごく簡単なことだけど、一番難しいこと。逃がさないよ、抱きしめて、悲しませないよ。今度こそはっきりと、君だけを愛してる。